はい、どうも、生物担当の田中龍之介です。今回は一問一答シリーズの第29回目、突然変異やバイオテクノロジーを扱った問題となります。特にバイオテクノロジーの問題に関しては少しね、難しいので、自信がない方はバイオテクノロジーを一通り確認した後にこちらの問題を解いて解説を聞いてもらえたらと思います。では問いの1番からやっていきます。ある遺伝子の配列情報の一部を次の図2に示す。 この DNA の延期配列のうち、アスタリスク印のついた G が検失する突然変異が生じたとする。この変異型の DNA がメッセンジャー RNA の異型となる場合、図2の破線部の延期配列に関する記述として、最も適当なものを一つ選べ、センター試験2015年の追試の問題となります。でそこで、このね、元となる DNA の延期配列があって、このアスタリスクのところが、まあ、失してしまうわけですね。 じゃ、その時、どのようなね、コドンの読み枠になるかっていう話なんですが、まあ、DNA の方で見ると CGA, CAC, AC AT ATT, ACA, CGA となりますよと。で、今ね、この破線部と対応する部分の塩基配列がどうなってるのかというのをね、見るわけなんですが、その部分というのは、ね、これに対応する部分が CGA になるわけですね。 なので、その時の、はい、この指定されるね、アミノ酸はどうなるかっていうお話になるわけです。で、そうしますとね、CGA っていうのはすでにここで出てきていますよね。で、その時というのは、まあ、アラニンを指定していますよと。ですので、このね、CGA が指定するものもアラニンということになります。ですので、正解は1番ということになります。ね、アラニンを指定するが正解です。では次、問いの2番に行きます。 一塩基多形スニップに関する記述として最も適当なものを一つ選べ。こちら、センター試験2016年の追試の問題となります。では、1番から見ていきましょう。スニップは特定の染色体のみに存在する。まあ、スニップっていうのはね、もうゲノムのうち、まあ、あらゆるところで見られますので、特定の染色体だけっていうのは×になります。で、2番。スニップは次世代に遺伝する。ね、こちら遺伝しますので、2番正解。で、3番。 スニップはエキソンにのみ存在する。スニップはイントロンに存在したり、あとはね、プロモーター配列のところにも見られたりしますので、3番、エキソンのみっていうのはバツになります。で、4番、スニップはすべて形質の発現に影響する。今ね、言ったように、イントロンに見られるスニップに関しては、当然発現する形質にはね、影響しませんので、だから4番はバツということで、2番が正解ということになります。 またね、スニップに関して知らない方もいらっしゃるかと思いますので、黒板の方で簡単に解説したいと思います。一塩期多形というのは、SNP と書いて、スニップってね、読むのがまあ普通なんですけど、一塩期多形というのは、ゲノム塩基配列中に見られる塩基一個違いのことを指します。まあ、ただね、これ言われてもね、ピンとこない方もね、いらっしゃるかと思うので、じゃあ、例えばね、対立遺伝子のラージーとスモール A があったとします。 で、このようなね、対立関係の遺伝子っていうのは、まあ、延期配列っていうのはね、まあ、ほとんど同じなんですね。じゃあ、今回は、ラージ A の方が CCATAGTG。で、スモール A の方が CCAAAGTG だったとしましょう。で、そうするとね、基本的な配列は同じなんだけど、延期一箇所だけ違う関係にありますよと。で、このような関係を SNIP と言います。では、問いの3番に行きます。 外来のタンパク質を大腸菌内で作らせるとき、そのタンパク質をコードする遺伝子を連結したプラスミドを大腸菌に導入する。これに関する記述として最も適当なものを一つ選べ。こちらも選択肢験2016年の追試の問題となります。ということで、じゃあ選択肢1番から見ていきましょう。プラスミドのような目的とする遺伝子の運び手のことをメッセンジャーと呼ぶ。ね、これメッセンジャーではなくて、ベクターですね。まあ、特に、 遺伝子組み換えにおいては、まあ、重要な役割を果たす DNA のことになります。ですので、1番×。では2番。プラスミドは大腸菌の中で増殖することができないため、DNA ポリメラーゼを培地中に添加する必要がある。まあ、特にね、PCR 法が開発される前というのは、大腸菌内にプラスミド、組み換えプラスミドを導入することで、目的の遺伝子を増やしていました。まあ、つまり、大腸菌内では、大腸菌の DNA ポリメラーゼを使って、目的の遺伝子というのは増えます。 ですので、増殖することができないっていうのはまあ罰ですね。では次、3番。プラスミドにより大腸菌へ遺伝子を導入し発現させることは形質転換の一種である。で、これね、知らない方はね、たまにいらっしゃるんですけど、これ3番は正解となります。知らなかった方はですね、その教科書とか資料集で見ておいてください。では4番。 タンパク質をコードする遺伝子は RNA ポリメラーゼによってプラスミドに連結することができる。まあ、RNA ポリメラーゼではなくて DNA リガーゼですね。DNA リガーゼで連結させます。はい。よって4番×。で、5番。タンパク質をコードする遺伝子は制限酵素で切断されて初めてタンパク質を合成することができる。まあ、これ言ってる意味がわからないですね。はい。5番は×ということになります。で、3番が正解です。では、問いの4番。PCR 法の利用に関する記述のうち 派生部がその解析手法として適当でないものを一つ選べ、センター試験2019年の追試の問題となります。で、PCR っていうのは目的の遺伝子を増やす方法です。で、その時に目的となる延期配列を決めて、その末端にプライマーを結合させるんですね。で、その目的の区間の DNA が複製されて増えていきますよっていうお話になります。では、1番から見ていきましょう。 人のゲノム DNA 中には数塩基から数十塩基の配列が繰り返される反復配列が多く存在し、その繰り返しの回数に個人差が認められる。そこで組織から DNA を抽出後、反復配列を含む領域を PCR 法によって増幅し、PCR 産物の塩基追の数を比較することによって個人を識別することができる。まあ、このね、反復配列っていうのは、まあ、個人差を表すね、その DNA の特徴の一つなんですけど、 これはつまり、その PCR 法で、そのね、反復配列の領域を複製して、その長さによって反復回数を推定することができるわけです。まあ、なので、それによってね、個人を特定することができますので、一番はね、正しい話となります。ですので、一番は選びません。では、選択肢の二番に行きます。稲の品種の中には、イモチ病抵抗性遺伝子の一種が、ゲノム中に存在するものと存在しないものがある。そこで、 稲から DNA を抽出後、この遺伝子の延期配列に対応するプライマーを用いて PCR 法を行い、PCR 産物が得られるかどうかを判別することによって抵抗性を評価することができる。で、この、ねまあ、プライマーなんですけど、プライマーっていうのはね、その延期配列が決まっていて、特定の延期配列に対して特異的に結合します。で、今回ね、その特異的な延期配列というのが目的の遺伝子に含まれる、まあ、末端部分の延期配列ですね。 なので DNA 中にその抵抗性の遺伝子が存在すればプライマーが結合して PCR 法が行われます。しかし、そのね、ゲノム中にその遺伝子がなければプライマーは結合できず、その部分は PCR 法によって複製することはできないわけです。なのでプライマーの特異性を用いて PCR 産物が得られるか得られないかを判別することで、その植物がゲノム中に目的の遺伝子を含んでる、含んでないっていうのを調べることができるんです。 なので、2番も正しいから、はい、こいつも選びませんと。では、3番ですね。マウスのゲノム DNA 中には、系統間において、1塩期単位で塩期配列が異なる部分、1塩期多形が存在する。そこで、組織から DNA を抽出後、ある塩期が別の塩期に置換された1塩期多形を含む領域を PCR 法によって増幅し、PCR 産物の塩期対の数を比較することによって、系統を確認することができる。 で、先ほどもね、一延期多形って出てきましたが、それっていうのは、一延期の違いで、それ以外の延期が基本的に同じですよって話ですね。ということは、そのね、特定の延期配列を見たときに、一延期の違いは見られても、別にね、長さとかが違うとかね、そういうお話ではありません。ですので、このね、3番の下線部っていうのは誤りということになります。よって、3番が正解ということになります。では、4番についても見ておきます。 大豆において除草剤に対する抵抗性向上を目的に除草剤分解酵素遺伝子を人工的に組み込んだ遺伝子組み換え大豆が作り出されている。そこで大豆から DNA を抽出後、除草剤分解酵素遺伝子の延期配列に対応するプライマーを用いて PCR 法を行い、PCR 産物が得られるかどうかを判別することによって上記の遺伝子組み換え大豆を識別することができる。まあこれはね、選択肢の2番と同じお話になりますので、これは正しいお話となります。 よって、はい、4番は選びません。3番が誤りを含む選択肢でした。では最後、問いの5番に行きましょう。延期配列に関連して、次の文章中のあからうに入る語の組み合わせとして最も適当なものを一つ選べ、センター試験2017年の追試の問題となります。で、DNA の延期配列を調べるとありますので、まあ、これはね、サンガー法、ジ・デオキシ種法の話だなっていうのを思い出します。で、解析する DNA 差、 アプライマー及び4種類のイを加えた混合液を調整し、調べたい DNA 差の一方をイ型として、相互的な DNA 差を合成しますとありますので、まずね、何と言っても必要なのは、まあ、DNA 差をね、合成するわけですから、DNA ポリメラーゼが必要ですよね。そして、4種類のイを加えますよ、イ型の向かいにヌクレオチド差ができるわけですから、4種類のヌクレオチドが必要になります。 ということで、アが DNA ポリメラーゼで、イがヌクレオチドということになります。で、この時材料となるヌクレオチドに加えて、蛍光色素、標識した4種類の特殊な糖を含んだイを少量混ぜて反応させると、これを偶然取り込んだ DNA 差はそこで合成が止まる。これにより、蛍光色素で標識された様々な長さの DNA 差が合成されますと。 そして最後、長さの異なる DNA 差をうによって分離し、傾向を読み取ることで延期配列を決定することができるという話なんですが、サンガー法というのは、得られた、合成された DNA を最後、電気鋭動にかけます。なので、うは、電気鋭動という言葉が入ることになります。従って、今回の正解は4番ということになります。ということで、今回は突然変異、バイオテクノロジーに関する問題を扱いました。 特にね、バイオテクノロジーに関しては難しい問題が出題されることが多くて、結構ね、つまずく方が多いです。ですので、バイオテクノロジーの問題になれる。ね。まずは知識を入れて問題になれる。そこをね、目指してもらえたらと思います。では、今回は以上となります。お疲れ様でした。今回も授業お疲れ様でした。生物は授業で使っている資料を公式ホームページの方からダウンロードできますので、そちらを利用してもらえたらと思います。プレミアムの方では、 共通テスト対策とか、私立国立とかの対策をやっていますので、そちらの方でパワーアップしてもらえたらと思います。では皆さんお疲れ様でした。